ISS 内で撮影したスットマイナス1スットマイナス1の放出宇宙空間を漂流するスットマイナス1宇宙服衛星は国際宇宙ステーションで要配になったロシア製の船外活動用宇宙服を手に用したアマチュア無線衛星2006年2月に1号機が放出されたが2号機は実現していない2005年本来ならプログレス補給船のキロに積み込まれ ゴミとして、大気圏突入時に焼却処分される予定だった、使用済みのロシア製、オルラーン宇宙服に、2メートル帯ハンディム戦機、ケンウッド TH-2 とセンサ類、制御機器、電池を搭載し、人工衛星に仕立てるプランが、モスクワ大学の学生たちによって浮上。ロシア連邦宇宙局と、アメリカ航空宇宙局がこれに協力し、共に、 アマチュア無線従事者免許を持つ第12次長期滞在クルー隊長、ウィリアム・ S ・マッカーサーとバレリー・トカレフ飛行士が地上から届けられた機器の搭載を行った。スーツサット -1 と名付けられたこの宇宙服衛星は船外活動を行ったトカレフ飛行士の手で2006年2月3日23時2分に国際宇宙ステーションのロシアムネのエアロックから船外に投げ出され、 地球周回転軌道を周期約90分で漂流し始めた。同衛星は 145.99MHz FM500MW で、ロシア、スペイン、インドイツ、フランス、アメリカ、日本の各国の学生が録音した有効メッセージと、300枚以上のロボット36形式 SSTV 画像、衛星ステータスの音声テレメトリを自動創出し、RS-0RS RS と正式に命名された。 受信報告書には各国のアマチュア無線連盟から記念ベリカードが発行されるほか、各国語のメッセージには合言葉が含まれていて、これを聞き取ればアワードが与えられる予定だった。ところが地球を2周回ほどしたところでリチウムイオン電池が低温で凍結し、送信出力が極端に低下。その後、危機器からの発熱で宇宙服内が熱平行状態に達し、 微弱ながらも自動的に送信を再開した。当初予定では地上から軽便な無線機でも受信できるはずだったが、衛星通信や M 用の本格的な設備においても、好条件が揃わないと受信できない陳局になってしまった。2月5日からは、エリス基地局が4 3 7 8 0ヘルツ、f m 1 0トでクロスバンドレピータ中継を急遽実施したが、 受信状態はほとんど改善されなかった。2月17日11時頃の音声テレメトリを最後に受信レポートが途絶え、電池の消耗によって活動停止状態に陥ったものと思われる。翌18日にはシンガポールのアマチュア天文家が地上からの画像撮影に成功した。9月7日16時頃、オーストラリア沖の南極海上で 大気圏に突入し消滅したと考えられている。前回の失敗の反省を踏まえて、2006年から2号機の計画を進めていたが、オーラン宇宙服の廃棄スケジュールとうまく合わず実現はしなかった。スッとマイナス2として作られていた機器は、リッサットマイナス1と呼ばれる小型衛星に使われることになり、2011年1月のプログレス M-09。09 M 補給船で ISS に運ばれ、2011年8月の船外活動時にこの衛星は放出された。この衛星ではアマチュア無線機器への電力は衛星の太陽電池から供給された。ケダル衛星は2012年1月4日に大気圏に再突入した。ありがとうございます。